今日のコマセですね。まあ、今日のコマセというか、もう普段いつもだいたいこれぐらい持ち込むんですけども、オキアミを3キロブロックを3枚、V10 ですね、白い配合餌、あとはグレジャンボ、まあ、これが V9 に変わったりすることもあります。今回はグレジャンボ、パン粉2キロ、そしてお台場のアミノ X 爆増グレの5倍ですね。では今日もこんな餌でやってみたいと思います。コマセをどれぐらいの量をどうやって作ってるのっていう、まあ、コメントがあったんでですね、まだ暗い中で分かりづらいかもわからないですけど、ちょっとやってみますね。これ今バッカの中に海水入れてます。まあまあこれぐらい、まあ、何リットルって言われてもちょっと分かりづらいんですけどね、この水汲みバケツの3分の2ぐらい入ってますね。この状態でですね、まずこのグレの5倍、2回に分けて作るので、半分ずつですね、このグレの5倍、これを半分入れます。爆増グレを半分先に入れちゃいます。まあ結構ほんと目分量で適当ですからね、だいたいいつも同じコマセ使ってればその水の量っていうのもある程度わかると思うんですけど、ほらまだこんなんですよ。こんなシャバシャバの状態。ここにパン粉1キロ入れます。この状態ね、覚えておいてください。これ後でものすごく水を含んでですね、膨らんでこのシャバシャバ感ほとんどなくなりますから。もうすでにほらなんとなく形になってきたかな。そしてここに丸球の V10 ですね、白い配合餌、これを半分入れます。はい、ですね、はい、ここでかき混ぜます。ほらもうすでにこんな状態ですよ。かなりねまとまってきました。もうかなりこう水分含んだ状態ですね、しっとりしている状態。この状態でここでようやくオキアミです。オキアミ今日は全部で9キロ、3キロブロックかける3枚持ってきているので1袋半ずつですね使います。1袋はですねもうバーッと入れちゃいます。ここでそうですね、ここで餌の分を取っておくんですけど、まあ、僕はこういった餌箱なんですけどね、これにこの状態、生の状態、まあ、両方生の状態なんですけどね、この両サイド生の状態ですけど、こんな感じで入れてですね、で V9 を持ってきてるときはここに V9 だけを振りかけるんですけど、まあ、今日はこのジャンボグレっていう配合餌なのでこの半分ですね、この半分ここにジャンボグレ、いわゆるこう粉を混ぜてですね、でこの状態で混ぜます。そうすると片方はまあこのまま綺麗なオキアミの状態で、片方はこうやって粉をまぶした状態ですね。この状態、この2種類でいつも釣りをしています。まあ、さっきも言いましたけど、これかける粉が V9 持ってきているときは V9 で同じことをやってますね。はい、ではこのコマセの方に戻ると、今オキアミ、なんか3キロですね、マツケイサ、まあ、ここから取りましたけど3キロ入ってます。でこの3キロ1袋入れたときはですね、やっぱあまりこう潰さないですね、できるだけ粒を残したいっていうふうに考えているので、この3キロは原型のまま一旦ここで混ぜます。もうある程度混ざりました。まだこんな感じ、こんな感じですね。まだ何でしょう、やっぱり水分多すぎるかなみたいな感じになってますよ。
ですね。こうすればある程度まとまるんですけどね、まだ水がちょっと多いかなって感じになってます、はい、でここでグレジャンボ半袋入れます。ね、これ半袋ですね。はい、入れて、んでこれを混ぜる。まだもう 1.5 キロオキアミ入りますからね。はい、この状態で、まだここは完全に混ざってなくても大丈夫です。はい、今この状態。はい、ここで最後のこの3キロブロックの半分、ここを入れます。でこのもう半分入れるやつはですね、僕はもう全然砕いても大丈夫ですね。これ半分入れてですね、でもうこれは細かくしても大丈夫。こんな感じで崩したら、であとはもうこれ最後混ぜ込んで終わりです。もう今まだ水全然足したりしてないですからね。水はもう最初の段階でかなり入ってはいますよ。はい、混ぜます。ここで今全部混ざりました。で、この状態がどんな感じかというと、こんな感じ、カリスですかね、ほら、こんなちょうどいいぐらいですね。ここ団子になるぐらい、もう全然これで点灯もできます。こんなんですね。はい、これが僕のいつものコマセです。コメントくれた方ありがとうございました。まあ、こんな感じなんで、では今日は暗いうちからオキアミを餌にして深瀬釣りやってみたいと思います。ではよろしくお願いします。どれどれ、おお、クロダイだ。すげえすげえ、美味しいですよそれ。やったねー。これサイズ後で測ってみてくださいね。はい、初クロダイ。おおめでとうございます。ありがとうございます。スメダイだ。スメダイでした。入ってる？強いよ、なかなか。こい、なんだ。よし、メジナだ。やった、ようやく。あざす。35です。よっしゃ、
あ、小さいな、これ。これは小さい。このサイズもいるんだ。これ、このサイズ。手のひらぐらいです。おい、猫。釣れるかな？もう無理だよな。ジョニーさんのクーラーボックス拝見します。いやー、ほんと冬のメジナって感じですね、はい、これ一番大きいのがこの下のやつかな、はい、これでも何 37、はい、37と 37.5 ってお37センチ台が2匹いたんだ、はい、いやーすごいですね。そしてこれがクロダイです。まあ、ヒットシーンは、まあ、僕の目線カメラなんでほとんど撮れてないですけど、いや、そんなわけで今回もご視聴ありがとうございました。ではまた。